旧国県杯無定は、兵庫県神戸市たるみ区にある偉人館。潮や海岸を望む高台に立つコロニアルスタイルの西洋館で、1階と2階に設けられた五連アーチのベランダを特徴とする、アレクサンダー・ネルソン・ハンセルによる設計と推定されている。1909年から1912年にかけての、いずれかの時期に建設されたと考えられている。 ドイツ系アメリカ人貿易商グッケンハイムが1915年まで使用し、その後複数の所有者を経て、竹内油業の所有となってからは長期感動者の社員料として使用されていた。2000年頃から空き家となり、阪神淡路大震災と度重なる台風による被害もあって老朽化が進行。取り壊される可能性も取り沙汰されていた2007年。 塩屋在住のステンドグラス作家デュルと森本安代ら一家が保存及び維持管理のために資材を投げ打って購入した。修復作業完了後、長男森本ありによる管理のもと2007年10月から歌手会場として提供を開始。2008年2月から定期的に一般への無料公開も実施している。2020年8月6日、 日本建築学会近畿支部は、従来、ドイツ系アメリカ人のジェイコブ・グッケンハイムが所有した、されてきた、本洋館について、ジェイコブ・グッケンハイムが所有した記録が、土地台帳になく、別人のイスタンブール出身のユダヤ人、ジェイコブ・ライオンスが所有した記録が確認され、近所にある、別の洋館、旧竹内邸の土地台帳に所有者として、ジェイコブ・グッケンハイムの名が確認されたと発表した。 合わせて、本洋館は、1908年頃に建設されたと、推測された。アトリエステンドグラスダーッ森本康代震災、復興から、これからの街のサイズを考えてみる。旧ンハイ無停森本有さんに聞く、変わらないことの豊かさとは GREENZ.JP、ハット AB、神戸の偉人館、旧ンハイ無停は、ライオンステだった。産経ニュース。 2020から080616122020年8月9日閲覧 a b 旧9県ハイム邸は別人宅だった本物は近くの旧竹内邸神戸塩屋神戸新聞ネクスト、2 0 2 0から080706302020年8月9日閲覧セットファインダーありがとうございます